あー、めちゃくちゃかっこいい。皆さんこんにちは、ひろげです。はい、今回の動画は僕が作った変形合体ロボの続きになります。前回の動画でプテラノドン型ロボ、キラーゲイラ、ロボ型状態、キラーエンペラーを紹介しました。今回の動画ではレッドティランとキラーゲイラーの2体が合体して1つのロボになります。この2体の動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。あ、そうそう、変形合体の前に実はこの2体のロボはちょっとだけ修正しました。まずレッドティランなんですけど、ここに追加のジョイントをつけました。そしてキラーゲイラーはまず顔のこのパーツを黄色に変更して、爪もクリックヒンジだったんですけど、今回は爪のクリックヒンジをこのように変えました。爪ヒンジ結構力がいるので、そのせいで後ろの爪とか前の爪取れちゃうので、今回こういうヒンジにしたことでこういったポーズを取らせることができます。ではお待たせしました、ここから合体させます。ちなみにこれはトップゲイラーがステゴスライドを連れて合体するシーンです。では合体させます。ちなみに今回の合体はティラノ竜王にバラバラになったキラーエンペラーが合体する強化合体方式となっています。でさらに今回も余りパーツゼロです。あ、そうそう、言い忘れてたんですけど、この2体のロボが合体した姿がキラーティラノ竜王です。まずはティラノ竜王から変形させます。変形はめちゃくちゃ簡単です。まず武器を取って足をまっすぐにしてヘルメットを取ります。はい、これでティラノ竜王の合体準備は完了です。続いてはキラーエンペラーを変形させます。まずは武器をまずは武器を外します。上半身と下半身を分けて足を伸ばして変形させます。で次にこのパーツを取ります。続いては上半身です。まず頭部を取って胴体の胸パーツを取ります。このパーツを取って腕も取ります。胴体のここに羽のこのパーツをつけます。そして分割します。はい、これが下駄になります。続いては両腕を変形させます。まず腕のこのパーツを取ります。で次に拳を180度回転させて、この爪パーツをここに取り付けます。最後にこのヒンジをここまで持ってきます。はい、これで変形が完了です。反対側も同じ要領で変形させます。続いては頭部の変形。まず頭を取ってヘルメットのパーツを変形させます。まあ簡単に言えばキラーエンペラーからキラーゲイラーに戻すような感じで変形させます。で最後にこのパーツを取ります。はい、これで変形は完了です。では最後はこちらの武器を変形させます。まず尻尾のこのパーツを取って、このパーツをここに合体させます。反対側も一緒です。はい、結構長くなりました。はい、これでキラーエンペラーの合体準備は完了です。ではここから合体させます。あ、すいません、ティラノ竜王の頭部は外しておきます。まずは足から合体させます。ジョイントはこの2箇所です。まずここと合体させて後ろを倒します。反対側も同じです。でこの部分にキラーエンペラーの胸パーツをセットします。反対側も同じです。そして後ろに両腕を取り付けます。合体ジョイントはこことここです。そしてキラーエンペラーのこのパーツをここに合体させます。次にこの部分に肩パーツを合体させます。そして背中に羽を取り付けます。合体ジョイントはここです。この時点でめちゃくちゃかっこいいです。続いてはこちらの武器に恐竜体験を合体させます。はい、これがキラーティラノ竜王の武器の恐竜装です。では最後は頭部を合体させます。まずティラノ竜王の頭部にキラーゲイラーの頭をセットします。そしてキラーゲイラーのヘルメットをセットします。そこからティラノ竜王のヘルメットをかぶせて、キラーエンペラーのこのパーツを回転して取り付けます。で最後にこちらをセットします。はい、これがキラーティラノ竜王の頭部になります。はい、そして頭部を取り付けて武器を持たせれば完成。これがキラーティラノ竜王です。はい、ご覧の通り見事に強化合体しました。自分もこれ作って一番驚いたのは
武器がめちゃくちゃでかいです。武器強化した方がかっこいいかなって思ってたんですけど、いやちょっとこれはさすがに長すぎましたね一回ちょっと武器を取り外します。はい、武器を取り外すとこんな感じです。リメイク前と比較すると割とスマートにまとめた方だなって思います。側面はこのようになってます。合体ロボでありがちな不要なパーツを背中に持っていくというのがあるんですけど、今回もできるだけ背中に不要なパーツを持ってこないようにしました。個人的に結構すっきりまとまってる方だと思います。後ろから見るとこんな感じです。やっぱキラーゲイラーの羽がめちゃくちゃかっこいいです。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。ご覧ください、この頭部めちゃくちゃ綺麗にまとまってます。ちなみに頭部のデザインはリメイク前とまあほとんど変わってません。リメイク前のこの頭部結構お気に入りなので、今回頭部はそのままにしておきました。そして胴体はこのようになってます。リメイク前はここに爪パーツが来たんですけど、今回は爪パーツ外してキラーエンペラーの肩アーマーを取り付けました。で、次にキラーエンペラーの肩アーマーのパーツを腰に持ってきたことでサイドスカートのように見えます。そして足はこのようになってます。2号ロボが下駄に来るっていうのが僕は結構好きです。では可動範囲について説明します。今回残念ながらあんまり動きません。まず頭部がこのように動きます。そして腕はこのようにクリックで動きます。拳もこのように動きます。で、今回残念なのが足が全然動きません。足を動かそうとすると後ろの羽パーツの重みで倒れちゃうので、今回足可動を封印しました。まあこれは仕方ないです。そして後ろの羽はこのように可動してこんな感じで動きます。ああ取れちゃった羽めちゃくちゃ動くんですけど、あんま動かしちゃうと取れちゃったりバランス的に悪くなるので、羽もまあ基本固定です。はい、可動範囲を生かしてこのようにポーズを取らせることができます。おー、めちゃくちゃかっこいい。あ、ちなみに先ほど足全然動きませんって言ってたんですけど、ハの字立ちにすることはできます。ただ武器を持たせる際はハの字立ちじゃなくて直立立ちにしないと持たせることができません。あとやっぱ後ろの羽がめちゃくちゃ動くので、こういった躍動感のあるポーズも決まります。ちなみに武器を持たせる際はこの拳のこの穴に入れます。はい、武器を持たせるとこんな感じです。先ほども言ったんですけど、武器を持たせちゃうと全く動かないんですけど、やっぱこの武器がめちゃくちゃ長くてかっこいいです。このキラーティラノル王の必殺技はこの右手に持っている恐竜槽を相手に投げるキラーティラノスティンガーです。これも暴れキラーの技からちょっとだけ拝借しました。はい、では最後大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。うわー、もう全然比べ物にならないですね。キラーティラノル王本体だと10体分はあります。で、武器を含めると12、3体分はあります。では続いてレゴマリオと比較するとこんな感じです。おおよそレゴマリオ、そうですね、5、6体分はあります。では最後は戦隊ヒーローのロボと並べるとこんな感じです。おおよそ3体分はあります。なんかこうやって並べるとキラーティラノル王がメインロボで、戦隊ヒーローのロボがまあいわゆるお助けロボみたいになっちゃいますね。はい、ということでティラノル王とキラーエンペラー、この2体が強化合体したキラーティラノル王、いかがだったでしょうか。この2体はリメイクしたものなので、リメイク前と比較するとめちゃくちゃ変わってます。個人的にこの2体のリメイクするときに一番大変だったのはキラーエンペラーのリメイクです。ティラノ竜王についてはあんまり変わってないんですけど、これ強化合体した時にいかにパーツを余らせずにどこにつけるかみたいな感じで結構悩みました。ただ今回は見事にプロポーションを崩すことなく綺麗にまとめたと思います。あ、ちなみにこのロボなんですけど、レボシェルのロボコンテストに応募したいと思います。前回のニンニンデモス杯は残念ながら作品紹介はされなかったんですけど、結構評価してくれたり、変形合体のシーンが結構かっこよかったっていうことがあったので、まあ、今回も応募しようと思います。で、このロボの裏話なんですけど、実は3号ロボも作ってました。3号ロボはモササウルスがモデルのロボにしたんですけど、あんまかっこよくなかったのでボツにしました。で、せっかくレボシェルに参加するということで3号ロボを作りました。で、3号ロボはモササウルスじゃなくてトリケラトプスにしました。なんでトリケラトプスにしたのかというと、仮面ライダーオーズのプトティラコンボでプテラ、トリケラ、ティラノって3つがあったので、プテラとティラノ作ったので、じゃあ3号ロボは
トリケラにしようということでトリケラトプスに変更しました。その3号ロボのトリケラトプスのロボも作りました。なので少しだけお見せします。それがこちら。はい、こちらがトリケラトプス型ロボです。ご覧ください、この要塞感。今回トリケラトプスはめちゃくちゃごつくしようということでこのようにしました。でさらにこのトリケラトプスもロボ状態になって、さらに先ほど紹介したキラーティラノ竜王と合体します。でこのトリケラトプスもレボシェルに出そうと思います。このトリケラトプスロボも名前は決めておりますので、次の動画で楽しみにお待ちください。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。